源の里支持は、東京都文京区小石川にある浄土宗の寺院。こんにゃく、縁まで知られる。三号は、上皇さん。当寺院は、寛永元年に、帝保まれずい上人によって創建された。本尊は、阿弥陀三尊。特に、徳川秀忠、徳川家光から信仰を得ていた。江戸時代には4度ほど大化に見舞われ、特に天保15年の大化では、 本堂などがほとんど消失したと言われている。しかし、こんにゃく像や本尊は何を逃れた。再建は明治時代になったが、その後は関東大震災や第二次世界大戦からの災害からも免れられた。しかし老朽化が進み、現在の本堂は1979年に再建されたものである。また当事院は小石川七福神の一つで、 微写門店も祀っている。また例年7月には、宝月市が開かれ多くの人が訪れる。当寺院の別称にもなっている。こんにゃく円魔像は、鎌倉時代、運慶派の仏師の作と推定される、造高100.4センチの木造円魔王座像である。像内に、漢文12年の修理名がある。文京区指定有形文化財になっており、 文京区内にある仏像でも古いものに属する。閻魔像の右側の目が黄色く濁っているのが特徴。右側の目が濁っていることについては、以下のような伝説がある。宝暦年間に一人の老婆が眼病を患いこの閻魔大王像に日々祈願していたところ、漫画の夜、老婆の夢に閻魔大王が現れ、我、実月にも等しい両目のうち一つをえぐり取って、 何時に熟べしと告げたという。その後、老婆の目はたちまちに治り、以来この老婆は感謝の印として、自身の好物である、こんにゃくを断って、ずっと縁馬大王に備え続けたという。以来この縁馬王像は、こんにゃく縁馬、身代わり、縁馬の名で人々から信仰を集めている。現在でも、眼病治癒などのご利益を求め、縁馬像にこんにゃくを備える人が多い。また、 毎年1月と7月には、ンマレー大祭が行われる。反対平洋の鐘。ありがとうございます。